2017年8月2日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1487話、知らん方がいい。ある地方の伝説で、水害が起こると神の祠に子供を生贄として捧げるというものがある。その伝説はもう遠い昔の話で、今はそこは観光地となって紅葉の季節には観光客が詰めかける。だが、その生贄を入れていた洞穴は、まだ残っている。なぜか締め縄も何もしていない、ただの横穴で観光に来る人は皆そこを覗き込んだりしてる。そこは、生贄の子供を逃げないように紐で縛って投げ入れた場所。そして増水した時にその水で子供は溺死するわけなんだけど、その呪いを封じるための社がその洞穴を見下ろせる場所にある。知っていたので行くのは嫌だったのだが行った。そしてこともあろうに、その穴を見つけてしまった。ただの横穴と信じたかったが、呪いを封じる方の社を見つけてしまったのであれはやっぱり本物？と、やっぱりみんな覗き込んでる、入ってる人もいる。何もない、本当にただの横穴なんだな、一見。でもよく見ると、中に絶対に祭壇だの置いてあったらしい。痕跡はわかるんだけどね、そういうことを信じない夫も、その穴を写真に収めた。姑は、やめろ、と言ったのに、その穴に私の息子と二人で入って写真を撮った。私は、そういう時の、汚れの仏法を知っていたので急いで遊歩道から川淵に降りて、白い石を探し、息子に息を吹きかけさせ、それを再び川の中に投げ込んだ。これはその伝説？教えてくれた人から聞いた方法。姑にはバカにされた。さて、自宅へ帰り、早速撮ってきた写真を PC に取り込む夫。すると、うわぁ、と叫び声。どうしたん？と聞くと、見るな。絶対見たらあかん。お前の言うことは本当やった。そう言って、急いで2枚の画像を消した。その穴の写真と、そこに入ってる姑と息子の写真。何が写ってた？聞くな。知らん方がええ。あらそ。だから言ったのにねえ。としか私は、言わなかった。見るんじゃなかったー。夫は念仏を唱えている。何が映ってたんだろうか？消したはずの画像がまた残ってたりとか、そういうオチはないけど現在姑は、原因不明の病で入院中。死にそうではないけど苦痛ではありそうだ。毎晩、子供の夢を見るとか。気の毒に、皆さんもむやみに横穴とか入り込んだりしないようにしましょうね。ネットで見つけた怖い話。第1488話、地蔵と頭痛。正午の冬、その日は雪が例年よりも積もっていた。俺は、こんな日に授業なんてやってられるか。思いっきり遊んでやる。と思い始めて仮病を使って学校を早退した。ちなみに俺の地元はかなりのど田舎。家から学校までは結構な距離があったので普段は近道を通っていた。だがその近道というのが山の急な斜面に気持ち程度の木の板が置かれているだけ。さすがに滑って怪我でもしたら大変と思い、遠回りして帰ることにした。帰り道は異様なほどに静かだった。普段からあまり車なんて通らない道に積雪の影響で車どころか人の影すらなかった。俺は、一人ではしゃぎながら静かだという若干の恐怖心を消そうとしていた。帰り道の半分くらいまで来た頃、寒さのせいか小便がしたくなってきた。俺、どうせ誰もいないからいいや、と思い立ち止まって小便をした。小便の熱で雪が溶けるのが面白く、歩きながら小便をやってみようと思った。当時ガキだったとはいえかなりアホだ、その時だった。俺は、足を滑らせて3メートルくらいの高さの斜面から滑り落ちてしまった。滑り落ちた時に俺は、何かで腰を打った。俺、いたってー。なんだよ。振り向くと斜面の中ほどの雪が40センチメートルくらいで張っていた。
俺、なんだ、切り株かよ、などとブツブツ愚痴りながら雪を払った。だがそれは切り株じゃなかった。そこには地蔵があった。俺、うわ、こんなところに地蔵なんてあったのか。ん？俺は、戸惑っているとあることに気がついた。頭がない、俺、やべ、さっきぶつかった時に取れちゃったのか？そう思った俺は、必死にあたりを探した。だが地蔵の頭を見つけることができなかった。俺は、せめてお供え物を置いていこうと思い飴を取り出した。しかし、またあることに気がついた。地蔵の首、頭がつながっていたであろう部分に苔がついていた。俺、なんだ、俺が壊したんじゃないんだ。前から壊れてたんだな。気が楽になった俺は、お供えしようと思っていた飴を頬張り家に急いだ。家に着いたのは5時頃だった。いろいろあったせいで遊ぶ時間もなくなっていた。母が帰ってきて晩飯の用意をしてた頃、俺は、変な体のだるさを感じた。少し頭痛もする。俺、ああ、風邪ひいたかなあ。雪の中で下半身出したり転んだりしたことを思い出し、当然だなと反省した。気がついたら母が晩飯ができたと言いに来た。どうやらこたつで寝ていたらしい。母。こたつで寝とったら風邪ひくぞ。母は一言言い残して台所へ戻っていった。俺、もう引いてるよ、と思いながら立ち上がった瞬間、突然激しい頭痛が起こった。今までの頭痛の日じゃない、俺、あぐあ。声にならない声を出して俺は、倒れ込んだ。俺、なんだよこれ、やばいって、頭の中をかき回されるような痛みと吐き気に耐えきれず俺は、嘔吐を繰り返した。どれくらいの時間苦しんでいただろうか。胃の中のものをすべて出し切り、胃液さえ出なくなっていた。そこに、なかなか台所に来ない俺及びに母がやってきた。部屋に入り俺の様子を見て驚愕したようだ。母、どがんしたまるまる。俺の名前、大丈夫や？お父さん、お父さん。朦朧とする意識の中で母の声がする。どうやら父を呼んでいるようだ。やってきた父も母と同じように驚愕した。父、まるまる、まるまる。おい、三角形三角形。母の名前、救急車呼べ。両親の後ろで姉と兄が泣きながらおろおろしている。俺は、助けてと言おうとした。しかし、俺、あ、あう、ああ、声が出ない。そこで俺の意識は途絶えた。気がついた時には病院のベッドの上だった。なぜか口にタオルが突っ込んである。わけのわからない俺に、側にいた両親が泣きながらよかったと言っている。俺は、二日間意識がなかったそうだ。頭痛は嘘のようになくなっている。俺は、両親に二日間のことを尋ねた。父、お前が気絶してから救急車を待っとる間、俺たちはお前にずっと呼びかけよった。一分くらいしてやろうか。さっきまで苦しがっとるとは思えんくらいにいきなりお前が立ち上がった。そしたらいきなり走り出して家を出て行った。母、お父さんはお前をそのまま追いかけて、お母さんは車でその後を追った。この時点で俺は、わけがわからなかった。俺、走った？なんで？父は俺の問いかけに答えず話を続けた。父、追いかけとったらお前が急に止まってな、川の斜面を滑り降りた。その後を追ったらお前がしゃがみ込んどった。どこか怪我したんやろうかと思ってお前のところに行ったら、そこで父が口ごもった。俺、何？俺は、そこで何しよった？父、ああ、お前が何かブツブツ言いよった。俺の頭とか、奴らのせいでとか、とにかくわけがわからんかった。俺は、お前の気をしっかりさせるために2から3回軽くビンタした。父は話を得ると同時に深いため息をついた。俺は、父の話を聞いてさらに混乱した。なんで意識がないのに走ったりできたのかと怖くなった。ちなみに2日目にも口にタオル突っ込まれていた病院でも何回か痙攣を起こしていたため、さらに1日の検索入後、異常なしと医者から結果を告げられた。
病院から家に帰る途中俺は、ふと父の言葉を思い出した。斜面、俺の頭、そして俺のあの異常なまでの頭痛。俺は、3日前の頭の内耳像を思い出した。帰りの車内で父に耳像のことを尋ねてみた。俺、なあ、家の近くに首がない耳像ってある？父、首がない耳像？いや、家の近くには道祖神が一体あるだけ。俺、そう。ばあちゃんに聞いてもわからないとのこと。自分で地元の歴史とか調べたが地蔵と関係ありそうなことはなかった。結局、あの日見た地蔵が何だったか今もわからない。だが、中学卒業まで俺は、毎年冬に原因不明の痙攣が起こった。ネットで見つけた怖い話。第1489話。うるせえ。出張で泊まったホテルでの話。忘れもしない今日みたいな12月の寒い日。S 市に住んでる俺は、仕事の都合で1日だけ A 市に出張に行くことになった。たびたび訪れてる A 市だったけど、その日はいつも泊まるホテルが満室で仕方なく違うホテルを予約することにした。初めて利用するホテルだったけれど、そんなに古くもなくて最初は快適に過ごせた。次の日の仕事が S 市での会議だったため、早朝にチェックアウトをするつもりでその日、ハフダンより早く就寝した。1時間くらいで目が覚めて、なんだか喉が渇いたので洗面所で水を飲んだ。ヒュルヒュルヒュル。って音が聞こえてて、風か何かだろうとその時はさほど気にもめなかった。ベッドに入りまた寝入ることにして、2時間くらいだろうか、また目が覚めた。暖房をつけたままで眠ったためだろうけど、やけに喉が渇いて、また洗面所で水を飲む。ヒュルヒュルヒュル。まだ音がする。隙間風が入ってくるんだろうか？見かけによらず築年数は経っているのかもしれないとその時は思っていた。ベッドに入るものの、そう何度も目が覚めると寝つけにくくなってくる。でも眠れなければ明日の仕事に差し支えると思い、まぶたは閉じたまま横になる。ヒュルヒュルヒュル。音は、まだ聞こえてて、ちょっとした音なのにいろんな想像を働かせた。もしかしたら、暖房の設備の動作音の何かかもしれない。それが気になるせいで眠れないのかもしれない。暖房をオフにした。ヒュルヒュルヒュル。まだ聞こえてくる。いい加減この音に対してイライラし始めた、心の中で。うるさい。と思った、その時。うるさいか？小さな声が聞こえた。遠くの方で一瞬、頭の中が真っ白になったが冷静に考えてもありえないと思った。そしたらまた、うるさいか？先ほどよりも大きな声、はっとして目を開けると、目の前ギリギリまでのところに顔が、数秒その顔の目と見つめ合って、ゆっくり違う違うありえないと思いながら目を閉じた。心の中ではどうしよう、どうしようとずっと混乱していた。でも、この信じられない状況のままでは何か身に危険が起こるかもしれない。そう思ってすぐに目を閉じたまま起き上がった。起き上がるとそこには何もなくて、でも、まだいるかもしれないと思ってすぐに帰り支度をはじめ部屋を出ることにした。支度をしている間も、部屋を出て廊下を歩く間も、エレベーターを待つ間も、ヒュルヒュルヒュル、とうとうはしていた。フロントの従業員には何も言わず、すぐにホテルを後にした。で、S 市に戻ってその日の夜同僚に酒を飲みながらその話をした。同僚はそれにすごく興味を持ち、来月 A 市に出張するからと、その場で同じホテルの同じ部屋を予約した。次の月、予定通り同僚は S 市に出張し、同じような体験をしたと興奮気味に電話をしてきた。話を聞くと、俺と同じような流れでことは起こったらしい。ただ、すぐには部屋を出なかったと。うるさいか？と聞かれしつこく心の中で、うるさい、うるさい、うるさい、と思い続けたらしい。すると右耳にちょっとした痛みを感じ、はっと目を開けたそうで。でも目の前には俺が見たような顔はなかったと。
右耳に手をやると、何かに掴まれてるような感触が、ドキッとした瞬間。うるさいかー？と語尾が間延びするような感じではっきり聞こえたという。慌てた同僚は俺と同じように結局そこを出たという。彼の耳の裏側には今も指の跡がくっきり残っている。その後、二人に起きた話を後輩社員に話したところ、また同じように面白がって、そこに泊まると言い出した。後輩社員が同じホテルの同じ部屋を予約しようとしたところ、その部屋は他の客が利用しているので宿泊できないと断られた。それでも興味があった後輩がこっそり、そのホテルのその階のその部屋を見に行ったところ、エスタ FF、ON リ、と記載され利用できなくなっていたという、上からその部屋の元の番号は削られていたという。ネットで見つけた怖い話。第1490話、白人。誰もいないみたいだからこっそり10日2年ぐらい前なんだが、ちょうど今ぐらいの寒くなってきた時期。俺は、長距離ドライバーやってて、その日は広島から鹿児島まで荷物を運んでたんだ。全線高速で鹿児島まで行ければよかったんだけど、そこは会社的経費節減らしく福岡までしか乗れなくてそっからは下道を置いた。宮崎周りでは知ってたんだ。大分から宮崎に抜けるときいつも大分県丸十町から山越えをして宮崎県丸川町を抜けるんだ。で、その山越しをしたときが AM2 時ぐらいだったはず、順調に走ってたんだけど急に腹が痛くなってしまったんだ。でも、最後のコンビニも過ぎてしまってて、やべえ、とか思ってたらもうちょい走れば道の駅があるの思い出したわけ。そこの道の駅は昼間は畑だらけでのどかでいい感じなんだけど、夜は本当に何もないから暗くて不気味な感じなんだ。でも腹の痛さがマエックスだったから駐車場に止めてトイレにダッシュしたわけ。なんとか間に合って余韻に浸ってると、前の便座がある方です。うおえー。うおえー。びちゃびちゃ。って尋常じゃなく吐いてる音が聞こえんの。あ、他にも人魚たんだ。吐いてるよ大丈夫かよ。で、そん時は思ったんだ。そんで、あんましひどかったから、大丈夫ですか？って言ったんだ。でも応答なく、だけどずっと、うおえー。って吐いてんの。これはやべえなって思って身なりを整えてちゃんと流してから吐いてる人がいる方に行ったんだよ。そしたらいないわけ、誰もドアも開いたままだったんだよ。で、俺のいた方から、ドン？って壁を叩く音がしたわけ。もう何が何だかわからなくなって走って車に戻ったんだけど、よく考えてみたら来た時車一台も止まってなかったっていうことは、誰かが先に入ってるってことは考えられないんだよ。後から入ってきても足音でわかるんだよな。その後、車そう知らせてる時終始寝台から見られてる感じがしてかなり怖かったっていう実は。ネットで見つけた怖い話。第1491話、かくれんぼ。あまり人がいないようですが書きます。自分が子供の時に実家に帰った時の話です。自分は記憶にないのですがよく赤い目の女の人がトイレにいると言って泣いていたそうです。ここからは、自分の覚えている12歳くらいの時の体験です。自分がこの実家でいとこと一緒にかくれんぼをしていました。それでめったに会えないいとこと一緒と遊べたので、ついいつもはほとんど使うことのない農作用具入れに隠れていました。隠れてしばらく十分ぐらいが経ったでしょうか、不意に足音がしました。やっと来たな。と思っているとその足音が近づいてくるたびに背筋が寒くなります。そして、自分も若かったけど気づきました。これはただことじゃない。どうにかして逃げようとしました。しかし、逃げるにはもう遅くて足音が農作用具入れの前で止まりました。心の中で、やばい、やばい、どうしよう、と考えているうちに前の扉が開きました。終わった、と思いました。ちょっと足が震えて、勝手に扉が開いたのでちょっとやめます。つぶっていた目を開けるとそこには、何もいませんでした。
よかった。と安心しました。しかし、突然肩を叩かれました。振り返って、いとこであってくれ。と心の中で叫んだと思います。しかし、そこにいたのは、目がない女の人でした。声が出ませんでした。目を閉じることもできませんでした。その女の人の目から突然血が飛び出しました。そして、不気味に笑いながら言いました。捕まえた。そこから、自分の記憶はありません。その後、母が言うには自分は何やらわけ。のわからないことを言い続けていたとのこと。これで自分の意味のわからないちょっと怖い話は終わりです。何か質問などがあればできる限りで答えます。それでは、ネットで見つけた怖い話。第1492話、毎年恒例。では、自分から。自分が小学生の頃、林間学校といえば八ヶ岳の少年自然の家がお決まりのコースだった。その施設は山の中腹に建てられており、夜になると旅館の灯りしかないので周りは見えない。で、夜の10時頃だったか消灯時間を無視して同級生とだべっていたところ、突然キャーという悲鳴が響いた。慌てて、悲鳴の下女子トイレに向かうと一人の女子生徒が倒れており、傍らには女教師が、そして周りを取り囲むように3人の女子生徒が身を寄せ合い、遠目で見てもはっきりとわかるくらいガタガタと震えていた。自分を含めた男子生徒が数名駆けつけた。どうした？女教師。何でもないから早く部屋に戻りなさい、と厳しい口調で言われた。駆けつけた一人の男子生徒が震えている女子生徒に近づき、何があったの？と小声で尋ねると、窓の外の木、赤ちゃんがものすごいスピードで登ってきたの。振り返ったんだけど、その子口しかなくて、大きな口開けて笑ってた。傍らで聞いていた数名も、まさか、笑。ありえない、笑。と小声でバカにしていたが、女子生徒の嘘じゃないとの真剣な声に皆半信半疑になった。で、教師が気絶した生徒に気を取られているから一人の男子生徒が、外に行って確かめよう。とほざき出した。自分を含めたバカな小学生数名が外に出て九段の木に歩き始めた。すると、途端にあたりに声切りが出始め、おっかなびりきに向かう。ほどなく問題の木に到着。数名があたりをキョロキョロし出す。すると木に枝が揺れ、何かが枝から枝へと飛び移っているのがわかる。なんだ？ムササビ？いるの、そんなの、とやっていると自分はものすごい予感を感じた。あたりにけたたましい。あば、あば。あはははははと赤子の笑い声がこだまし出すと、やべ、うわ、逃げろ、と施設の方へ逃げ出す一様。しかし、その目の前には波が降ってきた。そいつは女子生徒の言った通りの口だけの、のっぺらぼうの赤ん坊。みなパニックになりちりじりに逃げた。とにかく自分も無我夢中で逃げた。おい、突然後ろからのぶとい男の声がした。我に返り振り向くと、懐中電灯を持った男性教師が息を切らせて立っていた。お前ら何してる？お前ら？なんとか落ち着きを取り戻した自分があたりを見回すと、バラバラに逃げたはずの同級生が皆川にいた。男先生は、バカ野郎死ぬ気か、そっちは崖だ。と。昼間消していくなと教師たちから散々注意されたが、崖っぷちの手前にいた。それから、男先生に施設に連れ戻されすは説教か？とまたもやドキドキしていた一様だったが、意外や意外こわもての男先生からの一言は、さっさと寝ろ、だった。明日は早く起こすからな。襖を閉めながらこわもて先生は言って去っていった。自分ら一行は恐怖におののき、また興奮していたために眠れないだろうと思っていたが、昼間の遊び疲れも手伝ってすぐに眠ってしまった。おい気性だ、早く起きて身支度をしろ。夢の中の我々にものすごいどこへでこわもて先生は、起こしに来た。眠い目をこすり、
しぶしぶ洋服を着ると30畳がある部屋へと連れて行かれた。そこには教頭先生がおり、我々は教頭の前で正座をさせられると教頭は何やら数珠を持ち、お経を唱え始めた。我々も目をつむり、手を目の前で合わせるように指示があり皆従った。後日談だが、教頭は何やらお寺の次男坊だかなんだかだそうであれがお経と知ったのも随分後の話。で、本当ならもう一泊の予定が急遽その日で林間学校は終了となり我々は帰路に着いた。なんでもその施設は出るとの噂が絶えない物件らしく、過去に似たようなことが頻繁にあったらしく、構わず林間学校を続けると誰かが必ず骨折などの怪我をするために赤子の幽霊が出たら中止にすることにしているそうだ。我々の次の代で八ヶ岳の林間学校が幕となったらしいが、今でも、八ヶ岳にあの赤ん坊はいるのかな。長々すまない、終わり。今日のオカルトスレ。霊を呼んでしまう危ない行為。鏡の前で自分の右手に姿見を置いてお辞儀して右側の鏡を見る。怖い話をする。シャレコは、シャレにならない怖い話。浦安区。リンク。シャレコは、シャレにならない怖い話。パンドラ近畿先。リンク。シャレコは、シャレにならない怖い話。鹿の丸穴。リンク。シャレコは、シャレにならない怖い話。リゾートバイト。リンク。シャレコは、シャレにならない怖い話。危険な好奇心ハッピータッチ。リンク。シャレコは、シャレにならない怖い話。リアル。リンク。まさかどつかを取り壊す。手を組んで寝る。肝試し。ガチの心霊スポットはやばい。リンク。何がどうやばいわけ。本当についてくる。百物語。リンク。最近聞かなくなったよな。神社に落ちてた不気味な人形の首へし折って道路で引かせたけど、なんともなかったぞ。百物語っつってもどうせ最後に三本五郎左衛門の話しない本格的じゃないやつだろつまんね。寛永2年、1625年、ビンゴの国三次、現在の広島県三次市、において、伊能平太郎、三次藩広島藩の実在の藩士伊能武下雄の幼名を、30日間に及び様々な会議を起こして脅し続けたが、平太郎は耐え続けた。そして7月30日に1ヶ月間の会議の締めくくりとして、上下を着た40歳ほどの武士の姿で平太郎の前に姿を現して名を名乗り、菅の悪五郎、真の悪五郎、トマ王の頭、頭、の座をかけて、勇気のある少年を100人驚かせるという賭けをしており、インド、中国、日本と渡り歩いて、その86人目として平太郎を強炉化そうとしたが、平太郎が動じなかったことで夢が破れ、最初からやり直しであると、平太郎の気丈さを褒めたたえた。そして、もう会議を起こすことはないが、悪五郎が来た時にはこれを使えば自分が助力するといい、土を残し、妖怪たちを引き連れて去っていった。2. この土は広島市東区の国前寺に寺宝として後に伝えられている。6. リンク。お疲れ様でしたのやつ。真っ暗にしてコップの水飲むんだっけ？リンク。友達を驚かすために幽霊のふりをする。本物にあっても知らないぞ。封筒に3本の筆を入れて一晩水の張った浴槽につける。仏壇の前にコオロギの死体を6匹置く。浴槽から仏壇の間に3本の筆が入った封筒を置く。その封筒から浴槽までの間にまた3本の筆が入った封筒を置く。これを繰り返すと消えることができる。一人かくれんぼだっけ？あれはどうなの？リンク。
リンク。動物が惹かれたのを見た場合、かわいそうと思ってはいけない。動物は死んだのに気づかず温もりがたまらなく欲しくてついてくる。かわいそうだが見なかったことにしてしまうしかない。森氏を、本当に、人生が嫌になったらこれを試してください。1、秋葉原駅から日比谷線に乗り、茅場町駅で降りてホームを八丁堀方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれてるので、それを足で蹴散らしてください。2、そのまま東西線に乗り換え、高田の馬場駅で降りてホームを西武新宿線乗り換え方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。3、そのままもう一度東西線で茅場町駅で降りて改札をくぐり、4A 出口の階段の下に米を10粒垂らしてください。4、そのまま日比谷線の茅場町駅に乗り、築地駅で降りてホームを築地本願寺方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。5、そのまま日比谷線に乗り、目を閉じてあなたが一番したいことを、考えながら手を組んでそのまま乗っていてください。仕事終わりで暇だから、ちょっと35を実践してみるテスト。てか、本当に塩があってビビった。これマジで何の塩？教えて。11日朝、東京目黒区の会社社長宅のプールで、若い男性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警視庁は、男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。11日午前6時20分頃、目黒区東山の会社社長宅の庭にあるプールで、若い男性が頭から血を流して死亡していると、この家の住民の女性から110番通報がありました。警視庁の警察官が駆けたところ、水が入っていない庭のプールで、男性が白っぽいシャツ姿でうつ伏せに倒れていて、間もなく死亡が確認されました。男性はこの家の住民ではないということで、警視庁は男性の身元確認を急ぐとともに、事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。現場は東急東横線中目黒駅からおよそ500メートルの、閑静な住宅街で、豪邸が立ち並ぶ一角です。11日9時26分。リンク。これからお風呂入る人用。だるまさんが転んだ。霊がいるところで森塩とか札張ると楽に閉じ込めちゃうんだっけか。気持ち悪いから風呂場の天井裏のお札全部剥がしたのは、やっぱり正解だったか。なんか鳥小さい紙だなみたいなのも勝敗の死骸だらけで汚いから捨てた。ああいうのあるなら契約前に言っとけっての。いや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 、43。把握まで中に霊がいる場合。お前の家に固執してる霊がいたならまた入ってくる可能性がある。20歳になるまで紫鏡というフレーズを覚えとく。異例の森へレッツゴー。紙に飽きたって書いて握ったまま寝る。書き終わった紙を持って寝て、次の日に紙がなくなっていて、今までと空気が違っていたり、日常に変化が起きていたら成功です。説明すると、次の日に持っていた紙がなくなっているのは、紙がなくなったのではなくて、自分が違う世界の自分と入れ替わったということです。の正方形の紙にできるだけ大きく三角と三角を重ねた星。六芒星ってやつ？お書きその真ん中に飽きたって書く。こんな感じだったと思う。あと、赤い文字で書くと効果が上がるとかやばいとか。紙に書く言葉は、飽きた。らしいぞ。綺麗にしてきちんと飾ってる紙棚は、紙のより白になって、いわば交番のようなものになってそこらのドキュンである低級霊が寄りつけない状態になるんだけど、何もしない汚い状態にしているとより白能力が解除されてそれまでの分、低級霊が余計集まってきちゃう。夜に口笛。リンク。実際幽霊より狂った人間のが怖い。瞑想する。一人かくれんぼも人工精霊もこっくりさんも自己暗示の一種。汚
危険なことには変わりないが。霊は呼べないが、まあ、せっかく似たようなすれ立ってるんで。500円くらいでできるお。昼でも OK。まず、部屋の四方200ひとしのでもいいから鏡置く。中央に向けて。次に部屋の中央に座り、鏡を胸元に向け持っておく。あ、その前にコップに水を汲んでおいてくれお。んで、今自分が望んでいることを強く念じ、お願いする。胸元の鏡にコップの水をかけて、ザン。おしまい。